やってみようこんにちは私ミカチューでーすここではこのソフトの基本的な使い方を覚えるためにとにかく作品を作ってみましょうはじめに好みの背景を選んだらスタンプツールを選んで好きなスタンプを貼ってみましょう。 小さくしたりしたいときは大きさバーを調節してね角度を変えたいときは回すバーだよ消したいところがあるときは消しゴムツールを使ってね色をつけたいときはペンキツールを使うといろんな方法で色を塗ることができるよ。 細かいところを塗るときは虫眼鏡ツールを使うと超便利ね使い込めばとっても奥の深い超優れものソフトだけど基本はスタンプを貼るだけで作れちゃうからあっという間にこんなにかわいいイラストができちゃうわけ。

ここではたまごっちテイストてんこ盛りのポストカードを作っちゃいましょうはじめにポストカードのもとになるサイズを四角ツールで作ります余計な部分はこの際黒く塗っちゃいましょう枠の中もペンキツールで塗りつぶしますが模様を使って塗りつぶすとそれらしくなるよスタンプは あなたの好みで選んでね。文字を入れる前に、 入れたい場所を目立たせておくと効果的よバッグを消したくないときは網マスクにするのがおすすめねマスクを元に戻したらいよいよ文字を入れるわよ今回はバースデーカードにしましょうはじめに黒の文字を入れてその上から少しずらして 違う色でのせるとラブリードが断然アップするわよ。 あなたのうちのパソコンにプリンターがつながっていればこのソフトでフロッピーやビデオのラベルまで作れちゃうのすごいでしょう今回はフロッピーラベルを作ってみましょうはじめにスタンプツールからフロッピーディスクラベルを選んで画面に貼り付けます次にマスクツールでフロッピーディスクラベルの青い部分を ポイントで選んでマスクをひっくり返しますまずバッグになるパターンを作りましょうもちろんあなたのお好み次第よ四角で塗るツールから模様を選ぶと超簡単でグッとあっという間にできるでしょ次はスタンプ クロッピーに貼ったときのことを考えて表と裏は上下逆さまにスタンプを貼ってねここで一回マスクを消して 網マスクに切り替えたら、タイトル文字を入れたい部分に別の模様を入れてあげます。文字を見やすくするためだよ。もう一度マスクを消したら、文字を入れてね。ほーら、ラブリーでしょ。背表紙の部分も同じように作ってね。 コピーツールで全体をコピーしていっぱい増やせるわよあとはシール状になった用紙でプリントアウトしてハサミで切り抜けばあなただけのオリジナルフロッピーディスクラベルができるわよ絶対試してみてね thank you